皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作ゆくチャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。前回ですね、こちら、動作確認したビクターの L-E50 レコードプレイヤーなんですけど、一応再生はできたものの、こちらの、プログラム選曲とかちょっとできない状態なのと、あとこのフロントローディングの速度が異様に遅いので、それがなぜなのかっていうのを、まあちょっとメンテナンスすれば治るのかどうかっていうのもちょっと確認したいので、ちょっとこちらの本体分解して中身見てみたいと思います。それでは分解していきます。一応プラスドライバーで開けられると思うんですけどね。はい、こんな感じでトップカバーは外せました。はい、こんなところにアダプター入ってましたね。これ多分純正のアダプターだと思うんですけど、まさかこのせいで動かなかったっていうことではないとは思いたいですが、まあ多分これでも隙間にこう挟まってたんで、これのせいだったのかな。可能性は高いですよね。一応この状態で、ちょっと動作確認してみたいと思います。ローディングなんですけど、当初はちょっと若干こうガクガクガクっていう感じでこう動いてたんですけど、先ほどのこのアダプターを取り除いたらば割とこうスムーズに動くようにはなりました。もしかするとこれだけで治ったというか正常な動作になってるのかなっていう感じはします。はい、今日の EP 版はこちらかけてみたいと思います。設置の仕方が悪いのかどうかわかんないですけど、このまあスタンバイしてる状態で、わかりますかね、スピーカーがジーっていうノイズが出てます。左のスピーカーからは出てません。右側のスピーカーからだけジーっていう音が出てます。では LP 版の方も再生してみたいと思います。
にしてもノイズがひどいですね。ちょっと右のスピーカーからだけですけど、やっぱりジーっていうノイズがずっと出てます。よく分かってませんでしたけど、このスピーカーの出力端子にこうアース端子も一緒についてるんですけど、これをちょっと本体に、つけてみたらノイズが消えたんで、一応ちょっとアースの方をちゃんとつなげてからやってみたいと思います。アースの端子、つなげましたら、ノイズは見事に消えました。じゃあプログラム再生やってみたいと思います。もしこれでうまくいけば完全にこれが中に転がってたせいってことになります。じゃあこちらマクロスの劇場版のサントラパート4、ちょうど8曲入ってますんで、これを、まあ、プログラム再生、順番的には2,1,4,3,6,5,8,7 でやってみたいと思います。このディスクではやっぱりプログラム再生がうまくいかない感じですね。はい、プログラム再生なんですけど、こちらのディスクでは一応、最初に曲順をこう選択はできるんですけど、実際それ再生すると、例えば2,1,4,3 で、プログラムしたにしても2曲目から確かに始まるんですけど、そのまま3曲目に突入してしまう。その後こう4曲目に入った途中でいきなり針が上がって1曲目に戻って再生が始まったり、その後は1曲ずつこう後がずれていく感じでプログラム再生されてしまって、まあ基本的にプログラム再生の意味がない状態ですね。おそらくディスクを検出しているセンサーがちょっとトラブってる可能性があると思うんですけど、まあ古いものですし聞ければいいくらいに思って買ったんで、まあその辺は妥協点かなと思ってます。まあ、ディスクによっては正常に、作動する可能性もあります。一応センサーの調整はいろいろやってみたいと今後思いますけども、とりあえずはまあこれで、満足ということで、まあ、最初聞いた時はちょっと音質悪いなぁなんて思ったんですけど、アースの方をこのちゃんと、アンプとして使っているこちらのコンポの方に繋いだらば、ノイズが消えて、音もちゃんとクリアに聞こえるようになりました。まあプログラム再生はまあ仕方ないとして、まあジャンクで買ったもんなんで、まあこれはこれで良しとして、今後使っていきたいと思います。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。もしよろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。それではまた別の動画でお会いしましょう。